どうも皆さんこんにちは、ノーワンです。ということで今日はガーテムバンバンのいろいろな動画を見ていこうのコーナー。前回ねバンバン5に出てくるシリンジョンっていうやつと一緒にキティサウルスをね助けたところで終わったんやけど、今回はまた何やら新キャラみたいなのも出てくるみたいなんで、続きもみんなと一緒に見ていきたいなと思います。バンバンシリーズ好きな人、高評価とチャンネル登録もよろしく。ということで皆さん今日もバギーハギーさんの動画続きから見ていきたいなと思います。前回の動画からね、まあ、結構時間経っちゃったからちょっと前の部分からも見ていこうか。よし、ということで皆さん帰ってきました。ここでシリンジョン君に出会ったところで、確か前回どうなったんだっけ。あ、そうだそうだ、ここでほらキティザウルス君がちょっとほら病気みたいなちょっと倒れちゃってるから、このシリンジョンと一緒に助けようみたいなとこやったね。そうだそうだ、なんかねバギハギさんシリーズ2日に1回更新になっちゃったからちょっとね忘れちゃうよね俺も、前回どういう話やったか。あ、でこうやっていろいろなパーツを集めてこのキティザウルスを助けに行こうみたいな感じだったかな。でまあいろいろやってると、これだ、ここのねこれギバニウムやねんけど、キティザウルス君に打つギバニウムを選ばないといけないよね。これは強さとかこれは優しさとかいろいろあるんやけど、どれを選ぶかっていうと、このトッドスターがあのギバニウム今入れ替えようぜみたいな話をしてるよね。でこれでこれ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 で貝のネスを注入することでキティと仲良くなってみようぜみたいな話を受けたよね。でここで確か前回終わったんだ。ここで打って、ああ、no. キティちゃん、おお、暴れてない？ああ、やばい。待って、乗ってないこれいつの間にか。え、これさ、注射打って、バーンってシリンジョン倒されたけど、ほら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 。え、これあれじゃん。トードスター何してんのこんなところで。乗ってるんだ。オッケー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 。あ、どっか行っちゃったみんな。にゃーにゃー言ってたね。どうなったんだ？けど乗りこなしてたね。カイドネスって優しさのギバニウムを入れたから、一応仲良くなれたって感じかな。トードスターと。こ、あ、いるいるいる。いるじゃん。下にいるね。あ、追いかけてる追いかけてる。手綱握ってるみたいになってる。ほら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 。シリンジョンめっちゃ追いかけられてる。おー、ほら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 。大丈夫か？あ、いた！なんだ？あ、やばい。なんだ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 。怪しいな。ここは？ここなんだ？おー、黄色の、なんだ今これどういうシステム？ボタンを押して、あー、なるほど。今これ黄色く光ったところを押そうってやつやったんか。なるほどなるほど。次も、どの、あー、上2つと下2つ。あー、オッケーオッケー。早くてわかんなかった。お、右下と左下。オッケーオッケーオッケー。で、これで右が開くって感じ。うわ、すげえ！何このドローン、超かっこいいドローン来た。すごいすごい、重たいもん持ち上げれるんだ。そういえばそうだそうだ、前回なんかこういうのゲットしたもんね。ちょっと新しいドローンのリモコンなんよね。これがあのリモコン、ドローンにつながってるってことやったんか。すげえ。まだ追いかけてんな。おら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 。俺も乗せてほしいな。大丈夫かな、キティザウルスたちは。ここは、おお早いね。なんだ今、なんかパーツを持ったんか。ここにパーツ取り付けて。おお、すげえ。すごいじゃん。おお。なんかドローンが進化したね、ここで。ほら、なんかめちゃめちゃかっこよくない？俺の新しいドローン。今までのドローンくんどうなったやろ。まあでもね、続きも見ていこう。よし、ということで皆さん帰ってきました。ここで新しい武器を装着してあげて、ここからやね。OK。感電して開けると。オッケーオッケー。どうなるんだろうこっから。お、新しい部屋だ。どうな、あ、まだ追いかけられてる。わんわん。あ、そうなん、わかったわかった。あの見失っちゃったんだって、シリンジョ。シリンジョどこ行ったんやろ。あ、いる。あ、やばい。あ、チェックバードもいる。ちょっと待って、やばいやばい、怒ってないこれ。うん、なんか、もうすぐ仕事が終わるんだみたいな話してるかな。なんだ、今ナムナムいた今。あ、攻撃してきてる。やばい、今ナムナム。あ、オッケーオッケー。このドローンかっこいい。オッケー、使えないなみたいな言ってんね。オッケーオッケー。なんか、なんかしないといけないみたいね、このシリンジョンは。なんかしようって企んでる。オッケー、ナムナム攻撃だ。あ、シリンジョンお前悪者なんか。くっそ。このチックバードちゃんたちは何なんだ？ここに、なんか、
入れ、あ、なるほど、わかった、やっとわかった。今これナブナブ探してたんだ。この通気口の中のどこにナブナブがいるかっていうのを、このチックバードちゃんが反応することで、これほら今ピオって言ったから、この中にいるってことなんよ。だからこれで出してナブナブを、あー、なるほどなるほど。おい、ごめんごめんごめん、そういえばそういう能力あったね、チックバードちゃん。By the way、 OKOKOK、 やばい、なんだなんだ、おお、なんか待って、ギバニウムによって体が、なんかなんて言ってた今、なんかね、ギバニウムによってモンスターをこう大きくしたり小さくしたりしたりできるみたいな感じで言ってるかな。あのガーテンバンバンのこのキャラクターとして急に体大きく、ほらだってさ、ほら見てこれ、この巨大さこれ急に大きくなってるでしょ、さっきまでめっちゃちっちゃかったじゃん。この体のサイズを変更できるのもギバニウムの力だみたいな感じで言ってたかな今。うん、やっぱりそうだな、ギバニウムでモンスターを成長させたりできるみたいな感じ言ってるから、やっぱりサイズの話じゃないかな、体の大きさ。だって急に大きくなってるもんね、今まで結構謎やったよね今ここで明かされました、ギバニウムによって体のサイズ変わってたんだ。なるほどね、どうなった、あれ今バチバチってなってどうなったんだ今。なんだなんだなんだ、また別の場所に来たな。うっ、あ、なんだ、あ、今なら俺はキティザウルスより大きいぞみたいに言ってる。さっきまで追いかけられてたっしょ、だからギバニウムの力で自分を大きくさせたんだ、これでキティザウルスよりも俺大きくなったぞって言って、新しい私の作品に合う用意はいいかみたいな感じで言って、ほら来てるんよね後ろから、なんかが、あー、続きも見ていこうけど、みんなこれで今まで謎やったら急に体のサイズがね変更になるっていう謎が解かれたね。まあそれもギバニウムの力やったってことやな。ほらなんか後ろに巨大な手があるんよ。あ、何、え、何こいつ、なんかいろいろ混ざってない、あ、シェリフいない、シェリフもいるし、待って、なんだこれ、これジェスターの腕やんね。でこれ何、あ、これもジェスターの腕で、これはトースターの手だ。で、この腕誰の腕だ？アドミラル・クラスティ？ちょっと違うか？けどみんな取り込まれてるね。やばくない？大丈夫、シェリフ？シェリフ？ああ、ああ、やばい。恐ろしいモンスターがいる。あれがシリンジョンが生み出したモンスターなんだ。うう、早く逃げよう。やばいやばいやばい。でも取り込まれちゃってるんよね。大丈夫かな？シェリフ？シェリフが取り込まれてるんだよ、あそこに。ああ、来た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 。早く早く。やばい、危ない危ない危ない。一回隠れ、おっか、危ない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 。やばいよ。とんでもない。う、キッチー。あれ？シェリフ？さっき取り込まれてなかった？あれ別人ってことかな？いっぱいクローンがあったよね、そういえば。いろいろなキャラクターのクローンで作り出されたキャラクターやったってことかな。あー、わかった、みんな、これね、なんて言ってるかっていうと、キャプテンフィドーズかわいそうだ。あれキャプテンフィドーズなんだ、やっぱりキャプテンフィドーズにいろいろなモンスターのなんか融合体を組み合わせたみたいな感じやね。外科医やから、まあ、手術でキャプテンフィドーズをあんな形にしたみたいな感じやね。まあすごい、とんでもない、やっぱり実験によってあれが生み出されたみたいな点ね。でこのキティとドードスターはちょっとさっきのサージェンシリンジオンを探しに行くって言ってるね。わかった、ああ、俺が引きつけろってこと、こやつを。結構難しくない？フィドーズかわいそうにこんな姿にさせられて、うわー、なにこれ、いっぱい混ぜられてる。でもこれやっぱりそうだな、ジェスターとフィドーズの手とトードスターの手がこれ無理やりこうくっつけられてるんだ、手術で。とんでもないやつだな、許せない、こんな悪い手術をするのは。やっぱ悪者だな、あれは。シリンジョンは。許せ、マッドドクター、マッドドクターっていうの。うわぁ、大丈夫かな、ああ、どうなるんだ、俺は。続きも見ていこう。よし、ということで皆さん、帰ってきました。とんでもない奴だよ、シリンジョン。助けてあげれないかな、もう結構厳しいか。でもね、埋め込まれてるような、いろいろなキャラクターが。ほら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 。大丈夫？オッケーオッケーオッケー。一回これ逃げた方がいいんじゃないか、俺。大丈夫かな？いるいるいる。まだでもシェリフがさ。
普通にシェリフいるんよね。これは意識あんのかな、ただのクローンって感じかな、人形みたいな。どうなんやろうね。あ、でもなんかあの奥に行けばなんかいそうじゃない。あ、キティ、キティの女の子バージョンかな、キティリーナ、キティリーナちゃんもしかして。やばいやばい、来てる来てる。 You scarecrow、 okay、 なんだ、怖がらせてるよ彼女って言ってんね。あ、どっかいた。怖がらせちゃダメっていう命令があるんかな、もしかするとあの実験体には。ああ、来てるよ、危ない危ない危ない、そこ逃げよう、早く逃げよう早く逃げよう、危ない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 、あ、危ない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 、ふう、あ、これもあれだ、さっきキティに打ったやつと同じだ。これ強さとか優しさとかのギバニウムだな。これこれジバニウムで、優しさのジバニウム、オッケー。これでこのキティたちに打てば俺たちの仲間になってくれるんじゃないか、もしかすると。頼む、仲間になってくれ。オッケーオッケーオッケー、大丈夫、そうそうそう、オッケーオッケーオッケー。他の3体にもできないかな、こう注入というか優しさのギバニウム。ああ来てるよ、危ない、オッケー、やばい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 、また来てる、早く早く早く。黄色のピカチュウみたいなキティも、ピカチュウキティも俺の仲間にしていこう。トーアスクワットの一員に取りゃ、オッケーオッケーオッケー、よし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 。あともう1体いるんよね、もう1体分のジバニウム残ってたかな、さっきなんかゼロになってた気がするの、ほら あと1回残ってる。オッケーオッケー、よし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 、危ねえ。これでみんな優しいキティに戻ってくれ、戻ってっていうか優しいキティになってくれ。オッケーオッケーオッケー、よし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 、オッケーオッケー、待って開けようって言ってんね、分かった、開けよう、ここ、このボタンだ、オッケー、開けてみんな出るんだ、みんな出て助けてくれ俺を。オッケーオッケー、まっすぐ行って、いいよいいよいいよ、キティキティトリプル連打これで4体のキティが俺の、あ、来た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 、かわいいお、助けてくれ俺を、助けてくれてる、あ、よかった、あ、よかった。キティ大丈夫かな、でも俺の代わりに、何、次から次に何、大丈夫かな。うわ、ここあれだ、トレーラーで見たところだ、バンバンとかバンバリーナが吊るされてるとこやね。これ多分クローンやね、でも本物ではないと思うんやけど、吊るされてるんよね。なんだ、あ、ゼルフィウスだ、ということで皆さん、これが新しく新キャラクターベニトでいいんかな、ベニトくんです。ゾルフィアスとはまた違うキャラクターって感じなんかな、ちょっとゾルフィアスっぽいからゾルフィアスなんかなと思ったけど違うっぽいね。多分ベニトくんはね、この本家にも出てたこのキャラクターのことやねんけど、もう見るからにね怖いいいキャラクターなんかな、優しいキャラクターであることを俺は願っとくよ。ということで今日はね、キティザウルスちゃんたちを助けて、手術でとんでもない形になってしまったフィドーズ、無事逃げ切ることができたね、みんなのおかげで。あとサイズがね、どんどんコロ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 変わっていくっていうあの仕組みも、実はギバニウムのせいだよっていう、ちょっとしたね大きな秘密も暴かれました。ということでみんなはね、この新キャラクターベニトくん、感想とかね、どう思うかとかあったらコメント欄に書いてね。ってことで、この動画楽しんでくれたり、続きも待ってるよとか楽しんでくれたよっていう人は、高評価とチャンネル登録もよろしく。ということで、また明日、バイバーイ。